ありがとうリールスリーグ、やばそうよ、ありがとう渡辺楓、楽しかったリールスリーグ、ありがとう楓、俺のおかげで楽しかったんじゃない。リールスリーグと共にいなくなる男。なんか一人だけ、俺はね一人で YouTube やるけど、はい、あの安易抜いてっから、はい、グルメ系やるって何をするんですか。それは俺が有名になってもお楽しみ。私グルメコラボでも乗っけてるんで、まだないけど、はい、リールズリーグで、ね、やれてよかったよ、はい、リールズリーグありがとうということで、いろんな人にね挨拶させてもらって、スタッフの方々、チームメイト、相手チームの方々ね、その人たちがいてこのリーグが成り立っていると思うんで、すごく感謝しつつ、俺ら俺らでね、まあ頑張って頑張っていきましょう。いきましょう。これを言うことってか、なんかいいよ、一人で撮る。いやまあまあまあ、あらら、あ今ね、俺とヒロで待って始まって、泣くなヒロで、リールズリーグもね、俺らは2人で受けて、はい、2人とも受かって、はい、僕は出れない、教授も入って、はい、でいろんなね、暗員がありました。いろんな暗員っていうか、歴史というかありましたけど、まあ、これからはね、まあいろんな意見もあり、僕がね、ちょっと旅立ちということで、これからも暗員も頑張るし、僕も頑張っていきたいと思いますので、どちらも応援よろしくお願いします。これはネガティブな脱退じゃないな、全然ポジティブな、全然ポジティブ、俺がそうネガティブではないんでね、ああポジティブなんで、まあまたこの先ね、ゴーストの活動多分あるかどうか分かんないけど、まあそこでワンチャンもしかしたらあったらね、2位だったら全然ある、ワンチャン、来年みたいな、ミナーズとまた試合してね、ああそれは分かんないんですけど、まあ、今後とも死んだわけじゃないんであると思うんで、そこでお会いしましょう。我慢したけれど泣いちまった、でもみんなが肩を叩いてくれた、変に照れくさくて言えなかったんだよ、ありがとうな、僕たちの絆にマジで感謝、僕たちの住む世界満たしていこう、愛と平和、すべてのつながりにでかい感謝、一生がむしゃらら、泥だらけの日々だっていつの日かきっと役に立つぜ、お金じゃ買えないこの素晴らしき宝にマジで感謝、僕たちの住む世界満たしていこう、愛と平和、すべてのつながりにでかい感謝、一生がむしゃらら、泥だらけの意味だっていつの日かきっと役に立つぜ、お金じゃ買えないこの素晴らしき宝にマジで感謝。